週末や休日だけでも日光市で癒しの時間を過ごしてもらおうと日々日光市の PR に励んでいます。日光市には美味しいものがいっぱい。ぜひ日光の食や自然文化を体験しに遊びに来てください。拍手。次に登場するのは益子町から来たマシコット。お顔は可愛いマシコ焼きの形、緑の手のひらの形は豊かな自然をイメージしています。楽しみいっぱいのマシコ町が大好きです。今日はたくさんのお友達に会えるのを楽しみに来ました。土地クラブのみんなと一緒に元気をニコニコで頑張ります。マシコ町のキャラクターマシコット、はい、よろしくね。さあ続いて登場するのは大岡市から来たモーカピョン。頭のレッセルモーカポメのように真っ白な肌、いちご柄のパンツ、これがプトリノマークの元気な男の子です。は、頭にエセルついてるね。夢はエセルにとって全国各地を旅することで、趣味は蝶ネクタイ集め。モーカといえばモーカピョンと言われるようになるのが目標で、幼なじみのホットベリーちゃんと一緒に毎日モーカ市の PR を頑張っています。今日はたくさんの友達に囲まれて楽しいよとテンション上げ上げのモーカピョンです。乃木町から来た乃木丼です。乃木丼は乃木町の花であるひまわりをモチーフにしたキャラクターで、頭は蟹指定重要文化財の乃木町のレンガ卵、目はひらがなのの、と文字を表し、衣装には乃木町のマークが入っています。太陽に向かって伸びるひまわりと同じように前向きに上向きに伸び伸びに元気しているポジティブな性格の女の子です。好きな食べ物はメロン。特技はくるくる回ることです。お、回ってくれました。拍手。今日はよろしくね。のぎのんです。さあ続いては中川町の名人キャラクターなかちゃんの登場です。頭の形は清流中川の優雅な流れをイメージしています。そしておでこには中川を元気に泳ぐ子供たちの愛を乗せています。今日はみんなともお友達になれたら嬉しいな。みんなでイベント楽しもうね。また中ちゃんが一緒に写真を撮るときに、はい、中ちゃんと挨拶すると中ちゃんポーズをしてくれるみたいですよ。はい、中ちゃんかわいい。今日はよろしくお願いします。続いては皆さんこんにちは。
みんな今日は来てくれてありがとう。栃木県民の日にみんなに会えて嬉しいです。那須町には温泉や遊ぶところがいっぱいあるので、みんなで一緒に遊びに来てねということです。夏だね。夏もとっても緑豊かで綺麗だよね。ありがとう。頑張ろう。よろしくお願いします。さあ、続いて登場するのは乃木町から来たひまわりさんちゃん。お、背高いですね。1983年生まれの40歳、のぎのんのお兄さんで、のぎのんと同じくのぎの町の花ひまわりをイメージしたキャラクターです。2012年に生まれた妹のぎのんと一緒にのぎ町の PR を頑張っています。性格は少しおっとりしていて、好きなものはダンサーと輝く太陽とひまわりの種。長靴を履いて普段ものぎ町のイベントをメインにたくさん活動しています。たくさんの人たちと握手をしたり写真を撮ったり、そのような楽しい時間が大好き。ということでひまわりさんちゃん、よろしくお願いします。さあ、続いて登場するのは今度新しくとちキャラの仲間になる友近です。先ほどね、初お披露目となりました。友近くん、去年の11月22日友近の日に生まれた友近は、みんなで家事をシェアする友達がとっても大好き。普段お家ではお惣菜や便利家電などを上手に使って家事を快適にするしっかり屋さんです。今日はたくさんの友達と会えることをとっても楽しみにしてきました。初めてのステージで少し緊張するかもしれないけど、どちから仲間たちと一緒に元気いっぱい頑張ります。拍手。次に登場するのは白い眉毛がチャームポイントのさしばのさっちゃん。りんちゃん、かいちゃんの子供たちを連れてさしばの里、近い町から元気いっぱいにやってきました。さしばのさっちゃん、お、あ、子供たちがいる。ポケットのところにりんちゃん、かいちゃんがいますよ。かわいい、ちっちゃいですね。今日はよろしくね。みんなシャッターチャンスだよ。ありがとうございます。よろしくね。さあ、続いて登場するのは上三川町のマスコットキャラクター、カミタンです。お腹には町の花の鬼怒川と、町を流れる鬼怒川、田川、江川の3本の川、そして特産品のかんぴょうの実が描かれていますよ。あれ、カミタン、カミタン、あ、来た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 、カミタン、ゆっくりでいいからね。町の鳥である白鷺なんですよね。そんな白鷺がモチーフとなったキャラクターであるカミタンは、こうやって